はい、皆さんこんばんは。ご覧いただきどうもありがとうございます。私岸本美和子と申します。今日もよろしくお願いいたします。ですね、ごっつい眠いんですよ。これ毎年なんです。もう毎年冬が来るとこうなるんですよ。私眠くなったら、ああ冬来たなって思うぐらい、冬になると眠気がもうね、今もだって眠くてあんまりちゃんと喋れてないの分かってるんですよ。ご飯食べるのめっちゃ好きなんですよ。でご飯食べる時だけ眠気がこうパーッとね、なくなるということで、ご飯を食べるんですけど、ご飯食べた後の眠さがもうやばいの。めちゃくちゃ眠いとかそういう言葉の表現じゃもう表せないぐらい、なんかなんていうんやろ、ちょっとロマンチックな表現になったけど、なんか愛してるとかそんな言葉じゃ表せないぐらい君のことが好きだみたいなぐらい、もうめっちゃ眠いとかそういう言葉じゃもう追いつかへんぐらいごっつ眠いんですよ。今日ね、皆さんにお聞きしたいのは、眠たい時どうやって乗り越えてますか。ごめんな、こんな YouTube で。すいません、みんな貴重な時間を削って YouTube を見てもらってるのに眠たいばっかり言ってごめん。ちょっと眠気を切り替えます。それでは、前回の動画についた15件のコメントを、読んでいきたいと思います。コメントありがとうございます。当時から今まで私の鼻歌は早見ちゃんの曲が多いですよ。ありがとうございます。私の曲ね、私はデビューした時に誰かが鼻歌で歌ってくれるような歌手になりたいというふうにね言っていたんですよ。で次の方、久しぶりの、あ、長いコメント来てる。久しぶりの更新嬉しいです。その歌い出し、フェイントですね。あ、すごい。フェイントや。ごめん。私、ほんまにごめん。忘れてたかも。フェイントやな。岸本さんの歌声が聞けてもう感激です。ありがとうございます。明るい曲も好きですが、ネガティブな歌詞も好きですよ。自分で表現できないマイナスな、ごめん。めっちゃ眠いから、めっちゃ噛んでるな、さっきから。頑張ろう、言います。自分で表現できないマイナスな感覚も、そんな歌を聴くことで、不思議と力になること多いです。ありがとうございます。休むこと大事ですね。以前休みなく働いて調子崩したことがあり、それあかんねんな、ほんまに気をつけてな。今は睡眠やプライベートを絶対大事にしようと決めて過ごしております。素晴らしいです。岸本さんからの言葉、力になりました。ありがとうございます。次も岸本さんのペースで更新楽しみにしています。かっこインスタライブや YouTube 生配信やるときは。 YouTube も生配信できんの？アーカイブ残してもらえると嬉しいです。ああ残しますよ、もちろん。 YouTube って生配信ってなんかその YouTuber の人がしかできひんと思ってた。何万人っている人しか。私もできるん。それやったら YouTube で生配信した方が良くない？はい、自分もですが苦しんでいる人って結構多いんですよね。そして明るく振る舞って表に出さないようにしてる人がたくさんいると思うんです。美和子さんも経験してるからこそこの理解があるのかなと感じました。お笑いを見たりして明るい気持ちを作るのってほんまに大事だと思います。久しぶりに美和子さんの YouTube を見れて嬉しかったです。ありがとうございます。この前回ね、動画見てない人のために言うんですけど、前回パニック症状が出てしまうんですっていうコメントをいただいて、まあ、私もそういう経験があったんですよっていう話をしてね、そのコメントについてね、返事をねいただいてる感じになってますね。久々の動画待ってました。毎日 YouTube 開いてチェックしてました。ほんまに？ありがとう。ごめんね、全然更新しなくて。つんくさんと共演された時は見えないストーリー歌われてましたよね。大好きな歌です。ありがとうございます。ところで咀嚼音を爆音で紛らわす気持ち分かります。爆音ってところがミソですよね。そうなんです。静かな曲だと合間に音が入り込んでくるので、曲まで嫌いになりそうなので注意しないと。マジその通りな。この曲聴いたらあの咀嚼音まで思い出してしまうみたいな感じ、わかる？この香水の匂い嗅いだらあの元彼思い出してしまうみたいな感じよ。それも気をつけて。私なら風に向かい歩くようにを爆音で聞きます。風に向かいやね、歩くように僕ら戦うこともできる。なんかのタイミングで、また岸本さんの歌聞きたいです。あ、カラオケ行こう。じゃあ YouTube、カラオケで配信しようね、今度ね。久々の更新嬉しいです。YouTube ももちろんですが、インスタグラムのストーリーズも面白すぎて大好きです。友達にもたまに見せてます。ありがとう。外にいると気になる音ってありますよね。私の使ってるイヤホンはノイズキャンセル機能あるので、聞きたくない音を消すのにめちゃくちゃ役立ってます。マジで？ノイズキャンセル機能って何？あ、外の雑音を消してくれるみたいな感じで。それイヤホン？ヘッドホンじゃなくてイヤホンで。まあそう、令和やもんな。そういうのもあるよね。YouTube 待ってました。いろいろ大変だったんですね。Twitter での返信ありがとうございました。とんでもございません。無理せずお仕事やってくださいね。応援してます。
こちらも応援しております。ありがとうございます。お久しぶりです。元気そうで何より優しい人には優しい人が集まってくるんですよね。ありがとうございます。私そんなに優しくないので、なんか頑張ってもっと優しくできるようにします。ヒルズパン工場でライブ見に行った過去が懐かしいです。見に来てくれたんですか、ヒルズパン工場。ヒルズパン工場ってあれですよね、四ツ橋駅のね、パン屋さんがあって、その地下にねライブハウスがあって、私そこで定期的にライブをしていたわけなんですよ。でそこにねやっぱ来てくれた人って、まだ本当に何人ぐらい、あれって100人とか200人規模なのかな、 もちろんそんな満席になんて多分なったことはないんですけど、すっごい緊張してたの覚えてます。毎回でも見に来てくださってたということですね。ありがとうございます。岸本さんは自分の曲でどの曲が一番好きですか。一番が難しかったらベスト5とか。優しい。一番が難しかったらまた噛んだやん。一番が難しかったらベスト5とか言ってくれるとこもめちゃ優しい。このアルバムではこの曲とか教えてほしいです。あと NiziU のダンスとか本気で踊ってみてほしいです。まあもう最近の若い人とは体の作りが違うのでね、ちょっと踊れるかわかんないですけど今度やってみますね。自分の曲で一番好きな曲、一番リアルな声、歌詞加工とか考えずに文字起こしできたのは See You Darling です。これはもう今ではもういろんな SNS で言ってるんですけども、彼氏と別れたその日に多分書いた歌というか歌詞なんですよね。で、まあ女の人って、別れてからどんどん別れた日はどん底に落ち込むんですけど、そっからどんどん強くなっていく生き物やなっていうのをすごいもう10代の時から感じてて、いろんな人と恋愛するたびに別れて大泣きするんですけど、まあ、次の日にはその涙の量が減っていって、もう1週間後には吹っ切れてるみたいな自分が結構いるんですよ。で前ずっと前にね YouTube で上げた失恋したんですっていう動画もそうなんですけど、本当にあんなに大好きだった人のことをこんなにも時間が解決してくれるんだという、まあその流れを、一曲の曲に詰め込んだっていう感じですね。でだから最終的にはそのまあ別れた相手がまあまだ僕のこと好きでしょみたいな感じで言ってくるんですけど、もうなんかでも何もかも遅すぎるわっていうので、でも愛してたからねっていう歌なんですよね。まあどの曲が一番好き、そうですね、まあちょっと今決めれないんでまた発表します。なかなか新しい動画来ないなって思ってました。すいませんね、本当に SNS 疲れってありますよね。あるよね。また動画空いた時は忙しいか疲れちゃったのかなと思えばいいのかな。自分を大切にしてくださいね。ありがとうございます。辛麺に小籠包入れるんですか、びっくり。んでその男女の男性も結局食べたんですかね。あ、これこの前の動画ね、辛麺を食べに行ってカップルが満席やからって言われて一席だけ空いてて彼女だけ入ってきたっていう話。その後あの男の人食べたんかな、上下バンダナ柄のお洋服の男性もう辛麺食べはったんかな、気になるわ。でもまあ私その食べもう咀嚼音気になってめっちゃブワーって書き込んで出ちゃったからちょっとわかんないんですけど、まあ食べれてたらいいですね。私小籠包とか餃子とかめっちゃ麺に入れるタイプです。はい、久々のおしゃべり姉ちゃん、ヴィーナス18を歌うなら恥ずかしくなりますか、それとも青春を思い出しますか。あ、これなこの前歌ってみてん、鼻歌でやで普通に家で、なんかすごい懐かしい気持ちになった。なんかあんなにねこうなんていうんやろ、あんまりこう何もいろんなことを考えずに歌詞をかけてたんだって思ったらすごい自分ピュアやったんやなと思って、まああれ高校生の時に18歳、まあ自分が18歳になった時に、多分18歳って人生その若いブル若い前半のね人生の中で一番いい年齢やろなって思ったんですよ。成人まであと2年やけどもうほとんど大人で、なんかこう悩んでる内容とかも大人で、でなんか女同士のなんかこう秘密の話とかもできて、なんか夜ご飯とかも全然友達と行けるみたいな、なんか大人でありでも子供だっていう武器も使えて制服もまだ着れて、
こう守られながら大人の遊びも覚えていけるみたいな最強かもしれへんと思って、18歳がヴィーナスだっていうヴィーナスって使い方合ってんのかな、まあ今思ったらちょっとねそういう風にタイトルをつけたなって思うんですけど、まあこの歌の歌詞は、まあ、悩んでる暇なんてないからとりあえず今を楽しもうっていう歌なんですよね。私本当に悩みだらけで生きてきたので今もすごいしょうもないことで悩むんですけど、まあ、悩んでる暇なんて本当に悩んでたら18歳終わっちゃうよ、1年しかないんだからっていう、自分に当てたようなメッセージ性のある明るい曲です。相変わらずお綺麗です、ありがとうございます、そんな言っていただいてすいませんね。いつもみやこさん久しぶりです、お久しぶりです。さきっぺさんにもらったピアス可愛いですね、よう似合ってますよって言ってくれてる、ありがとうございます。お母さんの名前が一緒って話ありましたけど、うちのおかんはみわこです。そうなん、おかんみわこっていう名前、好きやった岸本早美さんが本名みわこってびっくりです。岸本さんみたいに綺麗やありませんけど、関西弁めちゃくちゃあるな、この人。関西色強いね。岸本さんみたいに綺麗やありませんけど、言うてはる。僕もインスタライブ希望で、すぐ見られへん時もあるから、アーカイブ残してほしいです。絶対関西でしょ。ほんで多分ちょっと京都もしかして。わからへんけど。まあ、という感じでね、以上、コメントを読み上げさせていただきました。今日はですね、もうほんまにごっつ眠いんですっていう情報だけやったんですけど、でも本当に次のコメントで、私は眠たい時こういう風にして乗り越えてますとか、私は眠たい時、私はちゃうわ、僕は眠たい時このようにして乗り越えてますとかいう話を聞けたら嬉しいなって思います。で、YouTube の生配信についてはちょっとね、友達に聞いてみますね。ということで、長々とお付き合いいただきどうもありがとうございました。私はもうお風呂に入って爆睡します。ではおやすみなさい。